ちは、まるみです。今から車中泊に向かいます。皆さんは絶メシロードをご存知ですか？絶メシロードっていうドラマがあって、カメラを止めるなで有名になった俳優さんが主役で、車中泊をするんですけど絶滅してしまうんじゃないかっていう絶品グルメを食べに行くっていうお話で、めっちゃハマってて、なのでね、明日のお昼にちょっと私なりの絶メシロードをしたいなと思って今回車中泊に来てます。本当は滋賀県の方に行きたい RV パークがあったんですけど、そこの近くの銭湯が今日お休みだったので急遽予定を変更して前も行った湯の花アイランドに向かってます。さっきね、岐阜県可児市に入りました。あと3分ぐらいでゴールです。栄えてるけど絶メシのお店なんてあるのかな。あ、曲がります。左方向です。はい、およそ300メートル先左方向です。はい、ここかな。あ、間違えた、市場だ。いいや、ついでに買い物してか。ここの市場は前は沖縄フェアしてたりとか、結構ね、面白い品揃えが多いんですよ。ちょっと寄ってから行きます。めっちゃいっぱい買っちゃった。よし、今度こそ向かいます。このあたり湯の花シリーズがいっぱいあるから迷子になるんですよね。チェックインしてきました。ここはね、 Wi-Fi もあるので夜プロジェクターで映画でも見てダラダラしようと思います。まあ、いつものことですね。じゃあ一番に移動します。誰もいない。もしかしたら貸し切りかも。とりあえず暑いのでどちらも網戸にしました。今車の中はこんな感じです。前も後ろもメッシュの網戸にしました。カーテンは多分ここ誰も来ないので夜だけ閉めればいいかなという感じです。ベントラックスのマットにエコフローのポータブル電源、何でもボックスでクーラーボックスにネギ。今暑すぎてずっと扇風機で涼んでます。限界来たらポータブルクーラー持ってきてるんで、ポータブルクーラーも使います。今車内の気温は 34.6 度。さすがにね、ちょっと暑いですね。熱中症のリスク。さすがに暑いので助手席に置いたポータブルクーラーを使います。ポータブルクーラーの詳細は次回の動画でレビュー予定です。 23.8 度まで落ちました。これここで豆引いたのをこのままここのドリッパー使って下に落とすんですが、車からあんまり出たくないからドリッパーのとこにフィルターつけとこう。いけるかな、いけるかな。ちょっと無理やり。あ、いけそう、いけそう。豆ギリギリちょっと少なめ。
フィルターに入りました。今後この技使おう。暑いのでアイスコーヒー。さっき買ったマンゴーロール、これね、岐阜県の沖市で作られてるみたいです。そのエリアに行ったらそのエリアのものが食べたくなるよね。まあ岐阜県隣だけどね。しかも沖縄のもんいっぱい買ったし、まあまあ矛盾は置いといて、いただきます。うん、おいしい。フォーク、おう、スプーン、まあ一回スプーンでいただきます。うん、美味しい。あ、クーラーボックス入れとけばよかった。これ絶対冷たい方が美味しいもん。本日はもう終わっちゃった。明日チャレンジしようかな。ぼっち、これから夕飯にします。今日はね、そうめん茹でるので、今お水汲んできたのとネギを洗ってきました。ネギをみじん切りにします。こんなに使うかな。私の中でこれはみじん切り。わからん、みじん切りの概念は。いいよいいよ、十分ちっちゃい。みじん切りしたネギを半分ずつに分けます。ごま油大さじ1はないから缶。こんなもんかな。もちサービス。鶏ガラスープ小さじ1、小さじ、これも缶。このもんかな。白だし小さじ1はないから普通のめんつゆをちょっと。あ、砂糖は忘れました。にんにくチューブ3センチ。あ、ちょっと多いかな。まあ、いっか。塩コショウ3振り。あ、レモンは買ってきてない。ブラックペッパー好きなだけ入れよう。混ぜます。白だしじゃないのとレモンがないので味がだいぶ変わりそう。あ、おいしい、おいしい、オッケーオッケー。焼肉とかで使いたい。アボカド、ベゴロって書いてあるからもういけるっぽい。ちょっと硬い気もするけど、まあ大丈夫でしょう。アボカドをきれいに剥けると嬉しい。わかる？こう切ろうかな。よし、きれいに並べたいのにぐちゃぐちゃになっちゃう。やばい、今室温19度まで落ちてる。ちょっと硬いね、アボカドね。アボカドすごい好きなんだけどさ、なんなら大好きなんだけど、うちワンちゃんも猫ちゃんもいて、犬猫ちゃんはね、というか人間以外の生き物は基本アボカド NG で、なんか猛毒らしい。だからね、家じゃ食べないのよ。食べたくても怖いからね。万一うちの猫とかね、キッチン入り込んだりするし。なんでペット飼ってる方気をつけてくださいね。人間だけなんだってこれ食べれるの。そんなね、人の特権って言われたら食べたいよね。美味しいんだよ。明日の朝食にも使いたいからちょっと残しとこ。そう、
ゴミ箱をね用意したらすごい車内がね部屋っぽさが出て嬉しい。はい、この上にさっきのネギを乗せて完成。ちょっとネギの量間違えたかな。これインスタで作ってる人のレシピ見たらすごい美味しそうだったのに。ネギの量かな、あとお皿ね、大きすぎたかなお皿。ネギもうちょっと少なくてお皿がちっちゃければ美味しそうなはず。はい、次めんつゆ 50ml。 ちょっと待って、 50ml ってこれ 50ml 入れていいのか。え、こんな入れる。お水100。待って、3倍濃縮じゃない、私使ってるやつ。濃縮5倍ってどういうこと。5倍に薄めなかんかったやつ。明らかに色濃いんだよね。もっともっと薄めよう。生姜チューブ小さじ1、ニンニクチューブ小さじ1、いっぱい入れちゃう、ニンニク好きだし。豆板醤小さじ 1.5、 このもんかな。すりごま大さじ2、ごま油大さじ1、ラー油お好み、お好みなんで、このもん。唐辛子の輪切り、輪切りないのでちぎって入れます。これね、種入れると地獄なんですよ。種がねめっちゃ辛いから、種捨ててこれだけ入れて。大丈夫かな、結構濃さそうだけど。お湯を温めます。そうめんやっぱりいぼの糸、イエイ。これね、一束で1人前なんだって。だから2つ食べよう。1分半測って、1分30秒のカウントダウンを開始します。これラーメン作るのとかにも良さそうな容器。網の方に貝を沿って、じゃあちょっと炊事場で洗ってきます。今日の夕飯はアボカドのネギ塩がけにピリ辛そうめんです。いただきます。まずはアボカド、ちょっとね硬いのが気になるんだけど、きっと美味しいはず。いただきます。うまい。ちょっとのぶとい声出ちゃった。え、これめっちゃ美味しいじゃん、気使わないのに。うん、これねおつまみにすごいいいと思う。飲もうかな。でもお風呂まだ入ってないんだよな。酔っ払ってさ、お風呂入るとさ危ないじゃん。待って、氷もうこれしかないんだけど。あ、ちぎれた。酔わない程度ならね飲んでもいいよね。乾杯。うん、合う合う。レモンサワーとかハイボールとかビールに合う味だね。いや、これ神レシピだわ。レシピ通りにやんなかったレモンとか白だしとかだったらまた味変わってより美味しいんだと思う。でもこれでも十分美味しい。では次、ピリ辛そうめん。これもお酒が進む味だわ。めっちゃうまい。そうそう、明日のランチは絶飯ロード風にちょっと昔ながらのレトロなお店に行きたいなと思って。ただ初めてだから闇雲にね行っても絶対見つからないと思ってて、ちょっとね何個か絞って狙い撃ちで行こうと思います。で、食べログで見るよりも Google マップで見る方が見つけられる気がする。インスタだとね、多分ちょっと若い子向けのお店になっちゃうと思うんだよね。どうしよう、楽しみ。ちなみに現在地はどこなんだい。現在地がわかりません。あった、ここね。
インドカレー違うなぁ。あ、手打ちそばいいんじゃない？ちょっとご飯食べながらいろいろ調べてみます。ごちそうさまでした。美味しかった。そして眠い。三脚で背中ぶつけた。はあ、食後横になると牛になる。今ゴロゴロしてたらちょっとガチで軽く寝てて、もうね時間が10時なのでそろそろお風呂に行こうと思います。なんだ、食後はもう寝たいよね。先にお風呂入ればよかった。車に戻ってます。だいぶ車減ってきました。今日 RV パークに泊まってるのが私だけなので、車中泊までカンソロだ。車に戻ってきました。本当は今から飲んでプロジェクターで映画見てダラダラ過ごそうと思ったんですけど、湯の花アイランドがね楽しすぎて、私岩盤浴が苦手でサウナとかも本当ダメで、なんかちょっと動悸がするというか、だから岩盤浴は行かないつもりだったんですけど、湯の花アイランドはお風呂入るコースと岩盤浴とあって、お風呂と岩盤浴セットにすると漫画読めたりとか、それちょっとなんかのんびり空間を楽しめるんですよ。なので今まで行ったことなかったけど、ちょっと奮発して行ってみたらもうほんと楽しくてダラダラくつろぎすぎちゃって、なんでもうね本当に湯の花アイランドを楽しみまくったので、もうね結構いい時間なんですよ。今1時半でもう眠いし、今からねなんか飲んだりしてトイレ行きたくなるのもめんどくさいので、このまま今日は寝ます。本当はこういう竹ランタンとか持ってきたから、これでねこういい雰囲気で一杯飲みたいなと思ってたんだけど、まあ今日は寝ます。もうね最近暑くなってきたので、むしろねあんまダラダラ朝寝てると熱中症のリスクがあるので、まあ8時ぐらいに起きてまだ涼しい時間からちょっと朝ごはん食べたりして、チェックアウトより早めに出ようかなぐらいなので、布団はね接触冷感、下のシーツも接触冷感引いてるので、まあ暑いは絶対ないと思います。虫がいたら嫌だから電気だけ消します。おやすみなさーい。虫早速いる中に。おやすみなさい。おはようございます。はあ、よく寝ました。車中泊はどんどんねこれから気温上がって暑くなってくんで、もう今からテキパキ動きます。今車内の気温は27度ですね。そんなに暑くないけど、多分これから一気に上がっていくと思います。なのでポータブルクーラー使おうかな。朝ごはんを作ります。ホットサンド、これ IH 対応だからね、車中泊でも使える。パン、ただねバター忘れたんですよ。貼り付きませんように。なんか勝手にこの耳の部分なら貼り付かなさそう。昨日のアボカド、トマト、本当は半分に切った方がね食べやすいと思うんだけど、ちょっとナイフ出すのめんどくさいんで
このまま行きます。ビチャプチャーンってならないことを祈ってる。それ考えたら上2個の方がいいかな。 OK。 でチーズ、チーズデロンデロンになっちゃった。はい、ブラックペッパー、蓋をして、これも耳焦げませんように。焼けてる焼けてる。昨日買ったブルーベリーなんですが、洗いに行くのめんどくさいので、もう溶けちゃったこの氷の袋の中で洗って食べます。冷た。今日の朝ごはんはホットサンドにブルーベリーにコーヒーです。いただきます。パリパリ、うん、早速アボカド美味しい。このホットサンドの関門はトマトをいかにうまく食べるか。チーズも美味しい。トマトゾーン来た。うん、あっか、美味しいけどやっぱ切って入れた方が良さそうです。ブルーベリー美味しい。ごちそうさまでした。え、どういうこと？あ、運行してたんだこれ。犬山遊園からモノレールあったんだ。動物園ってどこの動物園だろう。猿が書いてあるから動物園って日本モンキーパークかな。アスレチックスタート。ちょっと緊張するな。怖。ちょっと怖。私超初恐怖症なんだよ。あ、でも川綺麗。川綺麗だけどちょっとやったことを後悔してる。怖くなってきちゃった。道がなくなってる。これ毎日やったら体感つきそう。恐怖心全くない人いるけど、私逆に恐怖心しかないんだよね。でも怖いけどやりたがりないよね。ちょっと待って、ドキドキしすぎて多分今心拍数やばい。ほら121。ビビリな自分が嫌になる。よし、頑張ろう。ちょっと待って。あ、気持ちいい。気持ちいいけど、あ、怖いよ。これが一番怖いよ。あ、ひもひも、よいしょ。あ、ビビった。マリオとかさ、よくやってたけど、ゲームで実際やるとこんな大変だったんだね。やっと右コースゴール。せっかくなので左コースも頑張ります。諦めました。なかなか難しいですね。汗かいて今からお風呂入りたいぐらい。さてと、今から絶飯巡りします。はい、ではランチしに出発します。絶飯。Google マップで見るより綺麗で、これは本当に絶滅しそうなお店なのか、早速調査しなくては。中も想像より全然綺麗。ただ塩化がかかってるのが味が出てるな。安い。安すぎる。何度も増税されてることにこのお店は気づいてないのか。物価が20年前のままじゃないか。すみません、はい、お好み焼き
キセットと、はいはい、あとコーラ一つお願いします。はい、わ、はい、かり。あのコーラはあの食後でいいですか？はい、一緒でいいです。はい、わかりました。はい、お願いします。このビー玉はなんだ？あ、油か。分厚い。マヨネーズがけには自信があるぞ。多い。想像以上に多いぞ。炭水化物がお好み焼きだけじゃなくておにぎりまである。凍ったゼリーも。いただきます。まずはお味噌汁から。赤だしだ。具もたくさん入ってる。サラダの上はなんだ？ポテチだ。酸味のあるドレッシングにポテチを組み合わせた。斬新だけど美味しい。お味噌汁はシンプルなえのきとわかめだけど具がいっぱい入ってる。さて肝心のお好み焼きは？厚みがやはりすごいな。箸が簡単に入るふわふわな出来。自分でも焼けたけど焼いてもらってよかった。シンプルな豚玉がこれまた美味しい。おにぎりは手で掴んで食べるのが礼儀だと思ってる。見た目は小ぶりだが3つもあってだいぶボリュームがあり、コーラを頼んだのは失敗だった。量が多すぎるのに炭酸だなんて。凍ってたゼリーが解凍されてちょうどいい頃合い。冷たくて満腹のお腹をすっきりさせてくれる。これは時間がかかったが瞬殺。カレンダーが2つある。あれ？一つは絵だけ残されたカレンダーだ。富士山好きなのかな？岐阜県可児市のお好み焼きパレット、いいお店だ。やはり会計もすごい安い。それではお腹いっぱいになったので帰るとするか。絶飯フォーエバー。今お腹いっぱい食べたのでもう帰ります。今回は車中泊して漫画読んでダラダラしてアスレチックもして絶飯ロードごっこもできて楽しい車中泊でした。ただね、絶飯ロードのお店探しが思いのほか難しくて、絶滅しそうな絶品グルメ、この両方ね探すのは本当難しかったですね。今食べてきたお店も絶滅するかは分かんないんだけど、だいぶレトロな感じで絶品で、しかも安くてめちゃくちゃ美味しかったんでおすすめです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。